はい、佐藤式リンパケア考案者の佐藤です。今日はですね、皆さん結構やってると思うんですけども、セルライト潰しちゃダメなんですよ。セルライトを潰さない方法と、それを撃退する方法についてお伝えしたいと思います。今日の動画見たらセルライトのなくし方まで、はい、そうですね。あ、でも結構私もこの間エステに行ったら、セルライトってボコボコの写真とか見せられて、これ潰さないと流れないから、潰してくださいって言われてめっちゃ揉まれたんですけど、これダメなんですか？ダメですね。本当にセルライトみたいなものってもう本当に繊維化してる状態で、それがに脂肪が膨らんじゃった状態になるので、それがもうやっぱり潰したりすると余計繊維化がしてしまいますから、あんなことやっちゃダメですよね。セルライトってどういう状態なんですか？まずセルライトは、まあ、とにかく体の中っていうのは皮下組織の中にファシアっていう繊維がいっぱいあって、その中で脂肪がどん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 膨らんでいくと、繊維の膜の中でウィーってそこが膨らんで、紐に引っ張られてるところはブクッとこう中に入ってる状態になりますので、それを潰したところでなんか繊維化が余計強くなってしまうだけでですね、余計塊になっちゃう、ね、塊になりやすいと思います。はい、セルライトってこう見た目的にもこう嫌じゃないですか、はいはいはい、こう太ももボコボコしたりとか、お腹ボコボコしたりとか、気になると思うんですけど、これなくしたかったらどんな方法があるの？とにかくこれは妊娠線とか、めっちゃ太ってる人が痩せた時に皮がたるみますよね。とにかく繊維っていうのが引っ張られて何か起こってるって感じになりますので、そこの部分の老廃物がザーッと流れていけば、脂肪も燃焼しやすくなるし、エネルギーに変えやすくなりますし、循環が良くなれば脂肪っていうのは使われるようになっていきますから、本当にとにかく優しく、皮膚が動かないから、動かないところから老廃物が流れないことによって、そのこの皮膚が割と固定されてしまう、要するに劣化してしまうっていうのが原因になっています。ちゃんとこう皮膚を優しく撫でて、はい、老廃物が流れていけば、はい、その繊維化した脂肪っていうのも、そうですそうです。ダイエットっていうことをそんなにしなくてよくって、撫でてればダイエットしてこう皮膚がねたるんだところで、実は皮膚の細胞っていうのはピチってこう寄ってくるようになっていて、じゃあダルダルとかになっちゃう、あ、皮膚余りみたいなのも良くなっていく、はい、あれは何かっていうと、皮膚余ることによって皮膚が動かなくなっちゃうんですね、はい、動かなくなることで老廃物が流れなくなる、流れなくなることによって老廃物がいっぱい溜まって、そこの皮膚が傷んでしまってる、だから再生しないんですね。ところが皮膚をとにかく撫でてあげれば、皮膚の表面から老廃物がザッと流れていきますから、そうするとそこの部分の栄養と酸素が良くなりますから、そこの細胞は元気になるんですよ。元気になればなるほど生まれ変わりが安くなりますから、どん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 と締まっていく。うちで朝礼やったやつなんですけども、こちらセルライトもともとボコボコであるじゃないですか、でこちらからこっちに来た状態ですね。いや、これぐらい痩せたら確実に皮膚ってたるむはずなんですよ、はい、ところが最初ちょっと痩せた時はちょっとたるんでるんですけども、実際のところこれがですね、撫でてったらへそがですね、これ横向きになってるんですけども、最終的に縦へそになってるんですね。確かに、年齢も結構60代後半から70代の人なので、2ヶ月の間でこれだけ痩せてしまうと、普通はダルダルになってしまうんですけども、結構ねお肌ツルツルになってきていますっていうことなので、でセルライトの方もなくなってるっていう感じなので、とにかく最低限の栄養を取りながらちゃんと体のケアをしてやっていくと、こういうふうに皮膚っていうのはたるまないし、セルライトもなくなっていきますから、とにかく撫でるっていうことを皆さんね、こんなことでっていうことなんですよ。でもなんだろうな、包丁でも錆びないじゃないですか。普通に綺麗に柔らかい布で一生懸命綺麗に拭いていればピカピカのまんまなんです。で私たちの体も本当に優しく優しく手入れしてあげればピカピカになっていきますから、色も白くなるし、表面もつるっとしますし、全てが良くなりますので、結構ね皆さんこまめにお風呂上がりも、まあ、化粧水なんかもつけた方が滑りもいいですし、皮膚を、まあ、もう服の上からでも全然構いませんので、そういったことをしていくとセルライトも消えますし、ダイエットにもとてもいいし、エネルギーの循環も良くなりますし、体も元気になりますから、ぜひね、もうとにかく優しく優しくお腹を撫でるだけですね。お腹もう今やってるように、もう本当に足だったら足をさーっと撫でるっていうことですね。気になるところを優しく、まあシワがあったらシワをちょっとだけ開いて伸ばして、そこをさーっと伸ばしてあげれば、どんどんとシワも改善していきますし、これをずっと、大切なのが少しの変化に
気づくことです。認知をすることでこの子たち組織っていうのは元気になってきますね。お母さんのっていうお母さんがいて、お母さんに認められることによってすごく元気になるので、このセルライトめって言ってやっつけてると全然この子たちは言うことを聞いてくれないんだけど、ちょっと負担かけたねごめんねって言いながらさーっと撫でてあげると、この子たちが元気になるし、元気になった証拠に本当に優しく撫でてあげると軽くなりますから、軽くなったらもう溶けたと思ってください。縮んでるのが溶けることによって自由になって軽くなります。柔らかく温かく軽くなったっていうのはエネルギーレベルがちょっと元気になったっていうことですね。冷たくて重くて硬いっていうのはエネルギーがこう氷の状態からちょっとだけ緩んだら温度が上がると緩むわけですね。本当に細胞たちが温度が上がってエネルギーが元気になったっていうことを認めてあげる、お母さんが成績が上がったんだから認めてあげると、この子たちは元気になってきますので、認めてあげるというのは感じることなので、疑いなく感じるっていうことはすごく大切なので、ね、それを感じることでどん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 活性化していきますので、その感じることをしっかりやっていただくと、どんどんセルライトなんかも結果的になくなってきますので、まず認めてあげる、こいつをやっつけるんじゃなくって認めてあげるということで、より元気、組織は元気になっていきますから、皆さんも本当に撫でるだけですからやってみてください。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。今日の動画良かったなと思ったら高評価ボタン、それからですねご意見やご質問などありましたらコメント欄の方によろしくお願いします。そしてですね、チャンネル登録がまだの方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。